はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む関数の最大最小丸2をお送りします。で、前回からね、この最大値最小値を含めた問題が始まって、これで2本目です。で、今回で終了です。次回からは加法定理をやっていきます。で、今回は2問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、前回からね、最大値最小値、まあ、およびその時の θ の値というのを求めてるんですけど、前回よりもちょっと難しいというか、ややこしい感じになってる。で、これは基本的にやり方は同じです。今までの知識と。で、どうやるかっていうと、y イコール sin2 乗θ プラスコサイン、cosθ プラス1となってるので、sin、コサインが両方入ってると。だから揃えます、どっちかに。で、直せるのは2乗。まあね、こっちの方だけなので、まずここを直す。で、直していくと、y イコール、これが1マイナス、コサイン2乗θなんで、こうなるよね。で、一応整理すると、y イコールマイナスコサイン2乗θプラスコサイン θプラス2となります。で、コサインだけになったんで、これでコサイン θを x って置いて解いていく。もちろん置かなくてもできる人は置かなくても大丈夫です。ちょっと置いた方が分かりやすいんでね、今回置きますけど。で、そうすると、ちょっとね、インクが怪しくなってきたね。コサインシータを x と置く。で、そうすると、置き換えたので、x の範囲も書いておきます。で、今回、シータは0から 2π。ってことで、一周全部あるから、コサインはいつも通り、マイナス1以上、1以下。で、まあ、単円書いたとき全部だからね。まあ、そこを取ると。で、x って置き換えたから y イコールマイナス x2 乗、ここ x2 乗ね。で、プラス x プラス2で、普通に二次関数になります、これで。だから、あとは平方完成してグラフ書いて最大値最小値求めればいいよっていうだけの問題になります。だから、ちょっとここね、グラフ書きたいんで右に行こうか。ちょっとここで変な書き方するよ。これ平方完成するとマイナス出して、マイナス1だから半分のマイナス2分の1で2乗で、2乗するとプラス4分の1を引きたいんだけど、ここにマイナスがあるからプラス4分の1で、これと組み合わせて4分の9と。で、平方完成に関してはまた別の動画になると今暗算しちゃってますけど、平方完成がうんって思う方は平方完成の方の動画を見てください。で、こうなる。で、グラフを書いていくと、頂点は2分の1の4分の9の、上に凸かのグラフになるから、どう攻めようかな。ちょっと待ってね。 XY、 まあ原点があって、2分の1の4分の9やから、まあ、この辺よいしょが頂点があると。で、カーブをしていくんだけど、あごめんね、入んなかった。で、今回マイナス1から1までです。で、これ確かマイナス1の時ってここなんだよね。まあ今ちょっと分かりきってるんで書いちゃいますけど、こうなってる。で、1っていうのは2分の1に近いから、まあこの辺になると。だから、まあ、この辺かなと思ってください。いい？そうすると1でしょ。で、マイナス1なんで、この部分使うことができます、今。で、この部分で最大値最小値どこかっていうと、最大値はもちろんここです。一番高いとこだから。で、最小値は一番低いここになります。まあ2分の1が軸になってるから、遠いマイナス1の方が最小値になるね。そっちの方が下に落ちるからさ、っていうのが分かったので、あとは書くだけです。で、どう書くか。まず最大値からいくと、最大値は x が2分の1の時です。この時。だから、x イコール2分の1。で、つまり、θイコールほにゃららの時、右入るよね。だよね。時に、
最大値ほにゃらら。で、今最大値は4分の9。なので、最大値4分の9となります。で、問題がここだね。今までの普通の2次関数だったら、x イコール2分の1の時、最大値これでよかったんだけど、今は θ の値求めなきゃいけないから、x が2分の1です。x は今、cosθ です。ここ、置いたね。だから、cosθ が2分の1になる時、どこかっていうのを考えます。で、もちろんね、パッと出てくればそれで構わないんですけど、出てこない場合は単位円をね、ちょこちょこって書きます。うわお、曲がった。で、cosθは x 座標。が2分の1やから、ここ。60度ポジションだね。と、その下。と、300度ポジション。で、これはマイナス60度って言ったらダメです。なぜなら、もともと θ が0から。こう一周なので、60度と300度で考えてください。で、あとはこれを π に置き換えればいいから、60度は、ちょっと4分の9倍下げますね。60度が3分の π です。これもちょっと狭かったな。で、もう一個。300度が3分の 5π でいいかな。合ってる。3分の 5π か。の時、最大値、4分の9と。これ見えるかな？大丈夫かな？というふうになります。で、最小値はここなので、今度は、x イコールマイナス1です。ここね、x が。で、つまり、cosθ。ね、x 座標がマイナス1。ここです。これ、π の時でしょ？ 180 度だからね。だから、θ イコール、π の時。で、最小値。で、マイナス、今ね、図で言っちゃいましたけど、マイナス1をここに入れると、マイナス1、マイナス1、プラス2になるから、最小値は0と。これが答えになります。ちょっと本当は四角で囲みたかったんですけど、ちょっとごめんね、できなかったんで、こんな感じで許してください。結構ギリやったな。で、もう一問。まあ同じような感じです。ただ、ちょっと範囲とか θ がね、全部じゃないっていうパターンなんですけど。で、これも、問題自体が cos 2乗と sinθ がね、入って cos になってるんで、こっちを直します。2乗の方を。で、直すと、2括弧、cos 2乗θ が1マイナス sin 2乗θ なので、こうなると。で、整理すると、2を配るから、マイナス2 sin 2乗θ、プラス2 sin θ。で、ここでプラス2になってるから、くっつけてプラス1になります。で、今回 sinθ にまとまってるので sinθ を x と置いてやっていきましょう。 x と置く。まあこの文字は t とかでもいいですけどね。で、ポイントなのが今回 θ が一周ありません。これマイナス90度から90度です。いい？で、マイナス90から90なんで、だいたい一周ないから全部マイナス1から1にならないんですけど、今回なるんです。いい？で、どういうふうに考えるか、これも単位円で考えるといいですね。ちょっと上が切れた気がするけど。あ、ギリだね。で、マイナス90から90っていうのは、マイナス90度ここです。で、90度ここね。で、この部分、マイナス90から90だから。で、この部分の、まあ、サインなんで、y 座標でしょ。で、y 座標一番上、1取ってるし、一番下のマイナス1あるから、結局、x の範囲は、マイナス1から、x か。1まで取ることができます。でも、もし、この問題で、コサインだったら、コサインって x 座標だから、こっち側ないんだよね。一番ちっちゃいのここです。0だから。で、ここが最大で1でしょ。で、範囲が0から1に変わります。今回変わってないんだけどね。なので、一周ないときは、単位円とかを書いてちょっと注意した方がいいです。x の範囲狂っちゃうからね。で、あとは置き換えたんで、普通にまた平方完成で勝負していけばいいから、まず置き換えようか。2x2 乗プラス 2x プラス1です。で、平方完成するから、出して、x。これまた同じか？マイナス1が残るから、マイナス2分の1の2乗。で、待ってね。4分の1でしょ、2乗して。で、マイナス2かけるから、2分の1を足せばいいか。
で、2分の1を1に足すからプラス2分の3となります。だから頂点2分の1の2分の3か。で、また上に凸だね。よし、じゃあ行きましょう。で、2分の1の2分の3、まあ、さっきほどではないけど、まあ、同じような感じでいこうか。2分の1と2分の3は消えた。で、わ多分ね、ちょっとおかしくなってるんですけど、まあ分かればいいですね。あの最大と最初の場所がね。で、結局さっきと軸同じになってるんで、まあ1から、ここから、ちょっとこれにしとこうか。もうちょっと遠くするか。マイナス1と。この場所から、この場所まで。ここね、ここだけが使えると。で、最大値はこの部分。最小値は低いからこの部分です。で、取る。で、あとは書き出すだけです。で、やっていくと、まず最大値、x が2分の1。で、つまり、θ イコール。で、今回は sinθ です。sin が2分の1。単位円かける場所あるかな？ここがいけるかな？ちょっとごちゃごちゃして申し訳ない、今回ね。y 座標が2分の1なんで、まあ、この辺の30度ポジションと150度ポジションですね。この2箇所。なんだけど、ここ、もともとの θ がマイナス90から90だけなんです。だから、この150度ポジション書いちゃダメね。もともと右しかないから。ここもちょっと気をつけてください。引っ掛けとしてね。だから、30度ポジションだけなので、6分の π の時となります。いいね。θ が6分の π の時。で、これはね、わかるから、最大値。頂点の座標を使えばいいから、2分の3となります。で、最小値はマイナス1。ここで取るから、x イコールマイナス1。つまり、θ イコール。で、y 座標がマイナス1ってのはここです。ね。で、これは270度ポジションなんですけど、もともとマイナス90から90まで。まあ、マイナス2分の π から2分の π ね。ってなってるので、ここはマイナス2分の π。マイナス90度ね。って表してください。270度の方で表すと×になります。2分の 3π だとね。ここに合わせなきゃいけないから。だから、θ イコールマイナス2分の π の時は全然入ったな。マイナス2分の π の時、最小値。で、マイナス1を代入すればいいから、代入してマイナス2、マイナス2、プラス1だからマイナス3か。となって、終了という感じになります。いいかな。ちょっと今ね、事前に解いたやつと合ってるか確認してるんですけど、大丈夫そうだね。はい。なので、まあこんな感じで最初に置き換えて、で、2次関数に持ってきてやると。で、持ってくるときに最後ね、それを答えて素直に使っていいのかっていうチェックが必要になります。特にこっち、一周ないとき。だからそこも気をつけて、ぜひやってみてください。ほんじゃ、今回は高校数学数2の三角関数を含む関数の最大最小丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が加法定理飛んじゃったよ。そうそう、加法定理が始まっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。